皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。しかし昨日の女子サッカーは前半こそ押し込まれてたけど、後半の展開はまさに理想的だったね。勝ち越してからの怒涛の3ゴールは一気に試合を決め切るに十分でしたね。どれも素晴らしいゴールで、女子は史上初の連覇を達成。さあ、次は男子だね。相手は優勝候補筆頭の韓国ですし、厳しい戦いになると思いますが、若手主体の女子代表も優勝したんだし、きっとやってやれないことはないですよね。客観的に見たら実力的には U24 代表に加えてオーバーエイジ枠もフル活用。さらに兵役免除がかかるモチベーションの高い韓国が日本の頭一つ抜けてるのは動かない事実。もちろん勝ってほしいですけど、大学生主体の今回の代表がアジアのトップクラスと試合ができること自体、これって良い経験になるはずですよ。韓国と決勝戦で当たるのはこれで2大会連続のこと。前回も大学生主体で挑んだアジア競技大会は、当時トッテナムで活躍していたソン・フンミンらを擁す韓国を相手に、90分耐え切るも、延長で力尽き敗戦。ただその時のメンバーには三笘、上田、板倉、前田、旗手らの地の A 代表がずらり。前回は東京五輪を見据えた上でのメンバーで、その後惜しくもメダルには届かなかったものの、現在の A 代表の主力がこの年代で貴重な経験を積むことができた。ですです、勝っても負けてもそういう経験を後に生かしてくれれば私は OK なのかなって。ただやはり日韓戦というのは特別というか、面倒くさいというか、韓国の現地メディアは今回の日韓戦での決勝にあたって、日本では決勝の相手が決まると、すぐに尻尾を巻いてしまった。韓国に比べて自国の戦力が 100% ではない点をことさら強調している。と根本的な目標が違うことを理解せずにこの大会のみに区切った狭い視野で報道。いや、事実を言ったまでで、なぜそういう編成になっているのか、その理由を考えたりはしないんですかね。そして現地メディアは日韓戦であるということに加えて、兵役免除もかかってることに言及。兵役の恩恵がかかった日韓戦。じゃんけんでも負けられない日本との勝負だが、兵役の恩恵までかかったら、韓国選手たちの覚悟は格別だ。客観的な戦力では日本よりもリードしている。金メダルのために最精鋭メンバーを構成した。韓国はトーナメント進出後も安定した戦いで決勝まで進んだ。あと1試合勝てば、兵役の恩恵とともに金メダルを獲得できる。と煽ると、別の現地メディアはアジア競技大会での戦績を引き合いに。この大会では41年間負けていない。6勝1敗で圧倒。日本、恐るるに足らず。と記事を投稿、そこでは、日本と韓国はアジア大会で7度対戦しているが、通算成績は韓国の6勝1敗で圧倒しており、1982年大会のグループリーグで1度負けたのみ、41年間もアジア大会では敗れていないのだ。と過去の対戦成績を紹介。いや、だから、なんで日本がアジア競技大会で勝ってないのか、本気じゃないのかを分析しないと。この結果は事実として受け止めるけど、もう一つの事実は最近の各カテゴリの日韓戦の戦績だよね。知っての通り、A 代表を含めて日本代表は、近年どの世代においても韓国を圧倒。2021年3月に行われた A 代表、22年6月の U16 代表、U23 代表、7月の E1、すべて3対0で日本が勝利。さらに7月に行われた U17 アジアカップ決勝で U17 日本代表が韓国代表を3対0で破り優勝。韓国はまたも敗れるも、8月に行われた U18 代表での日韓戦は韓国が久々に勝利すると、悪夢の連鎖をようやく断ち切ってくれた。兄たちが成し得なかったことを弟たちがやってのけたのだ。屈辱の日々に終止符が打たれた。しかもゼロに抑える完封勝利だ。0対3の呪縛から解放された。内容でも韓国が日本を上回っていた。と大喜び。しかし翌日にはアンダー20関東大学選抜を相手に1対4と大敗。勝った負けたで一喜一憂するからこんなことになるんですよね。A 代表の公式戦でもあるまいし。さらに直近では大学サッカー界伝統の日韓戦、デンソーカップが開催。韓国開催にもかかわらず、ホームで日本に初めて敗戦を喫しまたも意気消沈。しかも大学選抜ってことはアジア競技大会に招集されてる大学生は抜きにした代表で韓国に勝っちゃったってことですよね。だね。同じ世代ならベストメンバーでなくてもアウェイで勝てるということを証明した形になった。アジア競技大会に絞った戦績を紹介するなら直近の日韓戦の戦績も合わせて紹介しないと正しく情報が伝わらないでしょうに。しかし、そういう鬱憤をアジア競技大会で全て晴らそうというわけですよね。すごく平たく言うとそうなってしまうかな。
元韓国代表ディフェンダーのイ・ヨンピョは今大会の韓国について、韓国は NBA 選手を揃えたアメリカのドリームチームのような存在。どう考えても一強だ。と圧倒的な戦力を揃えたことをコメントし、ここまでの勝ち上がりについて、ウズベキスタンはこれまで韓国が対戦してきたチームよりもレベルが高い。優勝候補の本命が韓国なら、ウズベキスタンが対抗一番手だった。日本はウズベキスタンよりもはるかに弱い。と日本代表は敵ではないという風なコメントを残し、現地メディアも、大学生が8人含まれており、2軍メンバーと見られる。それでも韓国は日本を最大のライバルとして認識しているが、ベストメンバーを選ばなかったのは日本自らだ。メンバー選考については大会出場各国の自由だが、ベストメンバーで今回の杭州アジア大会に臨んでいないことに対する批判も存在する。と日本の代表選考の基準自体にイチャモンをつけるような報道もされている。これでパリ五輪の予選に韓国が敗退したら笑ってしまうしかないですが、アジア競技大会だけ取ってみても、決勝まで勝ち残ってきた相手にリスペクトが足りないような気も。まあこれが日韓戦というところだろうけど、当然日本代表も負ける気で臨むつもりはない。前日練習を終えた大岩監督は取材陣に対して、チームがここまで良い流れで勝ち上がってきているので、自信を持って選手たちを送り出したいと思っています。韓国は個人個人の力量が高いチーム。我々のスタイルを出して相手の強みを減らせるようアグレッシブにやりたい。と意気込むと、香港戦で先制ゴールを決めたフォワードの鮎川は、チームとしては、ここまで試合ごとにメンバーを入れ替えてみんなで戦ってきて、良い状態だと思います。韓国は有名な選手もいますし、強いことは間違いないと思います。試合には勝ちたいですし、個人としても成長につなげていきたいです。とひるむことなく戦いたいとコメントを出している。そして最も頼もしいのは今回のチームの主将であるディフェンダーの馬場。準決勝が終わってすぐ韓国とウズベキスタンの試合も確認したし、韓国来い、と思っていた。本当に楽しみだし、叩き潰したい。メラメラしていますよ。楽しみでしょうがない。とビッグマウスを見せると、俺たちは2軍とか言われていたけど、ここで韓国をぶっ倒せば払拭できる。俺自身もそうだし、みんながそこにメラメラしている部分はある。と今大会のチームへの評価を覆すつもりで戦う、とコメント。急に集まったチームでしたけど、今まで自分がやった代表活動の中で一番チームとして成長できた実感がある。個人のメラメラした思いとチームとしての一体感を合わせれば、すごい試合ができると思っている。と闘志を燃やしている。客観的に戦力は韓国が上かもしれないけど、選手からすれば勝ちに行くのは当たり前。ましてや決勝ですもんね。私も若干諦め気味で観戦するつもりでしたが良くないですね。改めます。韓国はコで剥がしてくるチームだし、カウンターもある。セットプレイも今までの相手とは迫力がまるで違う。と師匠の馬場が言うように実力は認めてはいるんだけど、韓国の現地でも下に見られてる今回の日本代表がもし優勝したら、これほど痛快なことはないよね。というか、向こうの報道を知れば知るほど絶対勝ってほしくなりましたわら。厳しい戦いになると思うけど、日本にも必ずチャンスはあるはず。今日の決勝で日本の若い才能が韓国をあっと言わせてくれることを期待したいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。